知られざる徳川家康の兄弟たち。徳川家康、言わずと知れた江戸幕府初代征夷大将軍で、日本の歴史上で最も有名な人物の一人です。そんな家康に異母異父であるものの兄弟が存在したことをご存知でしょうか。幼くして人質として差し出された家康に兄弟のイメージはないかもしれません。しかし家康にはたくさんの兄弟たちが存在しました。その兄弟たちとはどのような人物だったのでしょうか。今回はそんな徳川家康の兄弟についてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。徳川家康の父松平広忠と母於大の方。1543年、父松平広忠と母於大の方の嫡男として誕生したのが竹千代こと後の徳川家康です。於大の方は水野忠政の娘で、松平氏との友好のため松平広忠に嫁ぎました。よくある政略結婚ですね。しかし家康の誕生から間もなく、広忠と於大の方は離縁することになります。これは於大の方の実家水野氏が松平氏の主君今川氏と絶縁し、於大氏と同盟を結んだことが要因とされますが、他にも水野氏と松平氏の両家内の諸事情などとする意見もあるようです。離縁した於大の方は実家の三河の国刈谷城に戻り、生活拠点を椎の木屋敷に移しました。その後坂部城城主久松利勝と再婚して、3人の男子と3人の女子に恵まれています。一方家康の父広忠ですが、こちらも於大の方との離縁後に牧姫を正室に迎えました。また広忠には何人かの側室も存在したようです。正室と側室、広忠は彼女たちとの間に子供を設けたようですが、広忠は24歳という若さで亡くなっているので、それほど多くはないようです。このように離縁した於大の方と広忠はそれぞれの新しい生活の中で子供を設けました。その中でも家康と関わりが深いことで有名なのは、於大の方と利勝の間に生まれた3人の男子久松三兄弟です。父方ではなく母方の子供との絆の方がなぜ強いの？そう疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。そこには幼くして人質に出された家康の数奇な運命が関係しているのかもしれません。3歳頃に於大の方と別れた家康でしたが、その後も2人の間では書状のやり取りなどは続いていたといいます。今川義元の下で人質生活を送る家康にとって、於大の方とのこうしたやり取りは心強かったことでしょう。そのおかげか家康は義元からも厚い信頼を得るほどにたくましく成長していました。桶狭間の戦いで先鋒を任された家康は、尾張との国境近くにまで進軍すると、近くに暮らす於大の方のもとを訪ねています。家康の訪問に於大の方は大喜びし、3人の弟を家康に会わせました。父親は違うが、お前の弟たちです、よろしく頼みます、と。もちろん家康にも遺損はありません。こうして久松三兄弟は後々家康に仕えることになりました。家康の異父兄弟久松三兄弟。久松三兄弟は安本、安利、貞勝の3人です。それぞれどのような人物だったのでしょうか。
松平保元。保元は家康より10歳年下です。もともとは勝元と言いましたが、家康から松平の姓を許され、保の字をもらい改名しました。家康に仕えた保元は、小田原城の守備役や江戸城の留守役などで存在感を示し、最終的には下総の国、関宿2万石の大名となっています。保元は52歳でこの世を去るまで、家康の忠実な家臣として人生を全うしました。ただ、家康が本当に重宝したのは保元の娘たちでした。家康は本格的に天下取りを目論むのですが、その際に役立ったのが政略結婚による根回しです。それを恐れた秀吉は、無許可での大名間での婚姻を禁止しましたが、家康はどこ吹く風で政略結婚を推し進めました。家康の娘たちだけでは手駒が足りません。そこで保元の6人の娘たちが役立ったわけです。家康は6人の姪たちを自分の養女とし、有力な武将たちの子供に嫁がせました。多くの武将が勢いのある家康と近しい関係になりたいと望んでいましたから、話はトントン拍子に進みました。こうして家康は天下へと確実に歩を進めたのです。一方、保元の息子たちはというと、こちらも徳川御三家に仕えるなど重職に就きますが、代を重ねるうちに所領を減らしたようです。松平保俊、2番目の弟が保俊です。1月生まれの保元と12月生まれの保俊、同年生まれの兄弟と、何とも珍しい誕生です。そんな保俊も家康に仕えました。家康の独立後、今川氏との間に不和が生じましたが、その後講和が結ばれると、保俊が人質として駿河の今川氏に送られています。しかしここで問題が起こりました。武田信玄が駿河に攻め込むと、あろうことか保俊を連れ去ったのです。2年後にようやく保俊は脱出しますが、それは厳冬の厳しい時期に富士の下山道を抜けての脱出劇でした。その結果、凍傷により保俊は両足の指を失ってしまいます。償い、そして忠節を称える意味合いもあったのでしょう。家康は保俊に一文字の刀と大麻の脇差しの褒美、そして久能城を与えています。しかし足の影響もあったのでしょう。その後保俊は目立った活躍もないまま、35歳という若さでこの世を去りました。保俊は娘はいたものの男子を残していません。本来なら改易となるはずでしたが、於大の方の嘆願もあり、於大の方の甥、松平勝政を娘婿に迎えることで家は存続しました。松平定勝。一番下の定勝は二人の兄とは年齢が少し離れ、家康と対面した時にはまだ生まれたばかりでした。とはいえ、定勝も兄たち同様に松平姓を許されています。成長した定勝も家康に仕え、小牧長久手の戦いや長篠の戦いなどに従軍し、ここでの活躍で家康から大きな信頼を得ていました。実は定勝も人質になるところだったようです。これは豊臣秀吉に求められた人質で、家康は定勝を候補に考えていました。しかしこの話は於大の方の反対により流れ、家康の次男結城秀康が人質となることで落ち着きました。保俊の惨状を目の当たりにした於大の方には、定勝の人質は耐えられなかったのでしょう。
またそれを受け入れた家康の姿勢からは、彼が母を大事にしたことがうかがえますね。さて、三兄弟の中で貞勝が一番有能な家臣であり、最も栄えた血筋と言えそうです。下総の国小南の三千石を手始めに、遠江の国掛川藩三万石、そして最後には伊勢の国桑名藩11万7千石の大名となりました。家康没後も叔父として二代将軍秀忠を支え、左近衛少将に任じられています。このことからも貞勝が家康、いや徳川にいかに貢献したかがわかるでしょう。ちなみに歴代紀州徳川家の長男は長富丸を名乗りますが、これは貞勝の幼名であり、家康が貞勝からもらい受けたものです。貞勝は桑名城で65歳の生涯を全うしました。そして彼の子供たちは長男から四男まで皆藩主になっていて、中でも松山城主となった長男貞行の家系は明治維新まで栄え続けました。家康の異母兄弟。さて、家康の父広忠の子供たちも見てみましょう。前述したように広忠の子供には曖昧な部分もありますが、ここではそれと思われる事例をご紹介します。家康公伝では、広忠には家康の他に男子1人、女子3人の子供の存在が記されています。女子3人とは、上から竹姫、市場姫、矢田姫であり、男子が松平家元です。松平家元、家元は広忠の下尺腹の子で、母親はお湯殿の女中とする説があります。ただ生後間もなくして広忠が没したため、家康に兄弟の名乗りができなかったようです。後々母親が家康に広忠から与えられた脇差しを見せると、家康は家元を兄弟と認め家臣としましたとあるのですが、実はこの家元には架空の人物説もあります。病弱で生涯を屋敷内で過ごして人前に出ることなく亡くなった。13歳の時に両足を不自由にした。家元にはこのような話があり、これは前述した伊布兄弟の安利を指したのではないか。また安元と没年月日が同じことから安元ではないのかなどが囁かれ、その実在説に懐疑的な意見があります。この点は調や旧聞方向でも指摘されていますので、架空の人物だった可能性も否めません。またこれ以外にも家康の異母兄弟とされる人物がいます。内藤信成。信成も家康の異母弟とも言われますが、資料などにより他説も存在します。島田何がしの子で内藤清長の養子、または聖母は広忠の寵愛を受けた次女で、身ごもったまま他家に嫁ぎ出産した子供を清長が引き取り養子に迎えたなどがそれです。いずれにしても13歳の時に松平元信と名乗っていた家康に改憲し、信の一字を与えられて信成となり、そこから家康に仕えたようです。信成は数多の戦いで戦果を挙げ、韮山城、駿府城、そして最終的には長浜城主として68歳で病没しています。家康が信成を自分の異母兄弟と知っていたのかなども含め、はっきりしない部分もありますが、信成が家康の忠実な家臣として人生を全うしたことは間違いないでしょう。松平忠政。忠政は家康の異母系とされる人物です。聖母は松平憲政の娘で
奥とされ、於大の方の腰入れと入れ替わるように忠政を連れて三河の国桑貝村に移り住んだとのこと。経緯は定かではありませんが、忠政も家康に仕え、守護伊下右京の大部を授かっています。小奥恵才、忠政の弟にあたるのが恵才です。小庵恵才として知る方も多いかもしれませんね。恵才の誕生はくしくも家康と同年同日、ほぼ同じ時間だといいます。このことから家康との双子説もあるようです。奥は忠政を連れて城を出ていますから、桑貝村での誕生だったのでしょう。資料によっては家康と同じ城内での誕生を記すものもありますが、時系列的には桑貝村での誕生が正しいのではないでしょうか。この特異な名前からもわかるように、恵才は武将ではなく僧侶です。その経緯も、祖父が孫の存在が正僧になりかねない、武将ではなく僧侶にと助言した、自らが広忠の菩提を弔うことを家康に願い出て住職になったなど多説あります。ちなみにこの家康との面会時には母奥と兄忠政も一緒にいて、忠政はそこから家康に仕えたとする話もあるようですね。そして家康に許しを得て建立した寺は、今も岡崎にある瑞雲山高中寺だそうです。この説によれば、恵才は高中寺の初代住職となり、そこで一生を終えたといいます。織田信長も豊臣秀吉も成し遂げられなかったのが家の安泰です。それを成し遂げたからこそ、家康は300年近くにも及ぶ徳川幕府を開くことができたのでしょう。そこにはこうした兄弟たちの力が大きかったのではないでしょうか。血のつながり、そんな強固なつながりこそが家康の成功を後押ししてくれた、そう思えてなりません。家康の兄弟は今回ご紹介した人物以外にもいるでしょう。ただ不思議なことに、天下人家康の兄弟の割には松平定勝以外有能な武将が見受けられません。家康が偉大すぎたのか、それとも有能な兄弟がいないからこそ天下人となれたのか、その真偽は分かりませんが、つながりを大切にした家康の処世術、ここから学べることはたくさんありそうですね。皆さんは家康の兄弟との絆についてどのような感想をお持ちでしょうか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。またこの動画が面白いと思われたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。